みなさん、こんにちは。今日もたくさん牛乳飲みましたか？相川しずくです。アニメのエンディングで流れたミルキーモードはもう聞いてくれましたか？聞いてもらえたミルキーモードですけど、なんと今日からライブでお届けしちゃいますよ。初めてこの曲を聴かせてもらった時、実家のことを思い出したんです。家族のこと、私が生まれ育った家や自分の部屋のこと、それに牧場の景色や牛さんのことも。皆さん知ってましたか？牧場のお仕事ってとっても大変なんですよ。朝は早いし、体力もすごくいるんです。だけど私はそんな牧場のお手伝いをするのが大好きなんです。家族と一緒に働けるのも楽しいし、牛さんはどの子も可愛いんですよ。それにやっぱり牛乳がとっても美味しくって、牧場のお手伝いを終えた後の一杯は特に美味しいんです。皆さんも学校やお仕事で大変なことや辛いことがあると思います。そんな時は思い出してほしいんです。大好きな人や大切な場所のこと、すごく頑張らなくていいんです。牛さんがのんびり歩いている時みたいに、ちょっとずつ進んでいきましょう。私もお仕事の前には今日の皆さんの笑顔を思い出して頑張りますから。それでは皆さん、これからも牛乳をグビグビ飲んで、私と一緒にもっと